なんでもないです。将来どんな風になりたい？いいよ、私の将来なんてつまらないから。それよりマナリはどうなりたいの？私？マナリは一生ドジを続けていくんだよな。そしてカムイコタンにドジ名人として名を残す、もしくは世界にドジ王として君臨するんだ。なんだよ、じゃあ教えろよ。ドジをする回数を減らしたいの。今は3回に1回は何かドジしてるけど、死ぬまでに5回に1回くらいに減らしたいな。おいおい、その夢は奇跡でも起こらないと叶わないぞ。奇跡かもしれないけど、可能性はなくはないでしょ。なかなか起こらないから奇跡って言うんだぞ。いいの、信じてればきっと叶うの。あ、そうだ、もう一つお願いがあるの。お願いって、もうすでに神頼み決定か？うるさいな。歌がもっと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 上手くなりたいんだ。そしたらさ、ヤンダム聞いてくれる？聞いてやるよ、いくらでも。嬉しいな。ミカト、もう寝たら？子供はお眠の時間だぜ、ミカト。背伸びしてないで寝ちゃいな。ほら、おやすみ、寝ちゃーい。やれやれだな。
そうね、カムイコタンの夏はあっという間に終わってしまうから。ちくしょう、寂しいな。俺夏が好きなんだよね。ヤンタムって夏って感じだもんね。元気いいし、腕まくり似合うし、それになんか眩しいし。おお、なんかよくわからんが嬉しいぞ。そういうマナリは春だな。え、私は春？春の花みたいに可愛いとか、そういうこと？褒めても何も出ないよ。いや、いつもポーっとしてるところとか、頭の中がいつも花畑だったりとか、そういうところが実に春らしい。褒められた？褒めてる褒めてる。ナコルルは冬って感じだな。冬？そう？ああ、少し厳しいけど、白くて綺麗な季節、ナコルルにぴったりだろ。そうかな。味方はもちろん秋って感じだよ。いや、余ってたから。わりわり。さてと、まだ俺の季節、夏は終わってないんだ。最後の水遊びと行くか。え、ちょっと、もうすぐ日が落ちるわよ。寒くなるわ。平気だって。それに、川のカムイが明日から寒くなる、水遊びは今日が最後だぞって俺の頭に直接囁いてきたぜ。私には聞こえなかったわよ、川のカムイの言葉なんて。ヤンタム、幻聴？冗談だよ。とにかく最後の川遊びだぜ。みんな来い。私はやめておくわ。よっしゃー、それじゃあ俺一人で川遊びだ。そーれー、一人で水の掛け合いだ。心臓麻痺や気をつけろ。バシャバシャーって、おい、村すぎんぞ。今ちょっぴり涙で前が曇ったじゃないか。誰か遊ぼうぜ。私遊んでいい？わー、来い来い、行くぜマナリー。少し冷たいね。冷たいけど気持ちいいな。水が気持ちいいのも今だけだ。楽しんどこぜ。そりゃあ、冷たい。今度はこうだ。それ。やめてよ。だ、ほれほれ。よし、えい。そうね、うん、仲良し。
同士なのはいいことよ。気をつけろよ。風邪ひいても知らねえぞ。うん、ありがとう、ヤンタム。そろそろ上がるか。水はかなり冷たいよ。やっぱり秋なんだな。はあ、俺の季節はもう終わってしまった。お、でも秋といえば大事な行事があったんだ。カムイコタンで秋といえば糸飼いなよね。知らないの？そっか、無理もないな。今年が初めてだもんね。そうだ、帝には話したことなかったね。秋に催すお祭りなのよ。糸飼いなか、楽しみね。今年は誰が誰に告白するのかな。はね、本当は動物の霊を慰めるお祭りなんだけど、好きな人に告白するお祭りでもあるのよ。いや違うよ、好きな相手にな、噛みつくんだ、ガブッと。好きなら耐えられるだろう。もうガブガブ、手当たり次第に噛みついてるよ。糸飼いなの狂犬とは俺のことだ。ダメだよ、嘘を教えたら。もうこれからが面白いところだったのによ。男の人が女の人へ手作りの串を渡して告白するのよ。女性は串をねだることで愛を告げるの。にゃんやん、教えてないナコルルが悪い。だって私には関係ないことだし、それに帝もまだ子供だから話さなかっただけよ。で、ちなみにね、串を使って告白するようになったのは50年ぐらい前かららしいよ。チエルオーバの話によると、ある男の子がいて、その人は糸飼いなのどさくさに紛れて好きな女の子に串を渡して告白したんだって。そうしたら男と女は両思いになれたんだってさ。はじめは神聖のお祭りの時に何をやっているんだって非難されていたらしいね。ああ、そうらしい。だけどいつの間にかそれがカムイコタンでは風習になっちまったんだよな。素敵な話よね。私も神話になってみたい。ドジカムイとしてカムイコタンに燦然と輝く可能性はあるぞ。
私のドジはいつか治っちゃうから神話にはならないの。私も神話になるような恋愛してみたいな。女の子だったら誰しも憧れるよね。だったらその夢俺が叶えてやろうか。激しい恋なら俺にお任せだぜ。冗談だけど。え、やだやだやんだムータラ。グラ。もういったて。ヤンタム、おでこにコブが。ん？大したことねえよ。平気だって。ありがとうよ。たく、後先考えないんだから。いつかマナリのドジは大惨事を招く。返す言葉もありません。自分だけに被害が来るドジならいいんだけどさ、他人を巻き込む、なんとかすべきだぞ、人として。ごめんね。やっぱりお前って放っておけないな。え？何しでかすか分かんねえから、一人でどっか行くなよな。出かけるとき、一緒に行ってくれる？近場ならな。いつでも一緒にいてくれる？気が向いたらな。何嬉しそうな顔してんだよ。俺はな、マナリのドジが心配だから。お、いつでも一緒だよ。約束だからね。お前のドジが治るまでな。きっと一生治んないもん。威張るなよ。もちろん気合い入れて作らねえと。その櫛ってあげる人決まってる？もしかしてマナリ欲しい？別にそんなんじゃないんだけど、もらってくれる人がいなかったら櫛さんがかわいそうかなーなんて思って。どうしよっかな。マナリにあげちゃおっかな。ヤンタムってば。よし、嫌ならやめよう。嫌じゃない。本当にくれるの？冗談だよ。とりあえずそれは当日のお楽しみってことで。ずるいよヤンタム。まあまあ。ところで糸カイナについて面白い話があるんだ。それを聞かせてやるよ。はい、ごまかされた。